ティモシー、ティム・テオドール・シェンケンは、オーストラリア・シドニー出身の元レーシングドライバー。1971年のヨーロッパ F2 選手権で、シェンケンがドライブした、ロンデル・レーシングのブラバム b t 3 6 9 6 8年に、フォーミュラ・フォードとイギリス F3 選手権のチャンピオンを、獲得。1970年、F2 に昇格し、この年のオーストリア GP で、トマから、 F1 デビューするが両方とも目立った成績は上げられなかった。翌1971年はロンデニス率いるロンデルレーシングから F2 に出場、シリーズ4位に入る。それと並行してブラバムから F1 にフル参戦し、オーストリア GP で3位表彰台に立つ。1972年はサーティスに移籍。入賞はアルゼンチン GP での5位のみに終わったが、 世界メーカー選手権ではフェラーリで F3 時代のライバルロニー・ピーターソンと組んでフェラーリ 312PB をドライブブエノスアイレス 1000km ニュルブルクリンク 1000km で優勝しフェラーリの選手権王座獲得に貢献する1972年ニュルブルクリンク 1000km1973 年はロンデルレーシングの f 1参戦計画の ドライバー候補に挙げられるが、計画が頓挫したため、F2 とフェラーリでのメーカー選手権に引き続いて参戦。F1 は、カナダ GP でのスポット参戦にとどまる。1974年は、新チームのトロージャンで、F1 復帰するも、シーズン途中で、チームが撤退。最終戦アメリカ GP はロータスから出走。翌1975年から、ツーリングカーレース。 スポーツカーレースに転向した。その後、ハウデン・ガンレイとタイガレースカーズを設立。引退後は、オーストラリアモータースポーツ連盟に所属。V8 スーパーカー選手権や、オーストラリア GP のレースディレクター、コース役員を務める。ありがとうございます。